シリーン地図 Google マップ再送鉱山再送鉱山は宮城県栗原市にあった鉛、亜鉛、硫化鉄鉱を主に産出した鉱山である。最盛期は岐阜県の上岡鉱山に次ぐ規模の日本を代表する鉛、亜鉛の鉱山であった。細創鉱山は宮城県西北部の大雨山脈の山麓にあった鉛、亜鉛、硫化鉄鉱を 主に産出した鉱山である。鉱山は北上川、水系波佐間川支流にあたるに波佐間川のさらに支流となる鉛川沿いの谷を中心として東西約5キロ、南北約3キロの範囲に広がっていた。鉱山の名となった細層は江戸時代に鉱山の中心を担っていた細層山の上社付近の地名が細蔵であったことから名付けられた。 地名の由来としては、蔵とは、アイヌ語で切り立った山のことを指す言葉であり、山深い細層山の神社付近の地形を、細い蔵と呼び習わしていたのが、いつしか、細層となったとの説があり、別の説では、山の神社の裏山が、蔵の形に似ていて、やはり山深い地形から、細い蔵と呼んでいたものが、細層となったという。西蔵山神社は、 近代の鉱山中心地であった、現在の細層、マインパークがある付近から約2キロ奥に入った場所にあり、地名の由来からも、細層鉱山が、大宇山無役山陸の山地にあることが伺われる。細層鉱山は9世紀に発見されたとの伝承があるが根拠がはっきりせず、文献からは16世紀の後半に発見、採掘が開始されたと考えられている。当初は銀山であったが、 17世紀後半から鉛の産出が始まり、停滞した時期もあったが、やがて仙台半一の鉛の鉱山となった。江戸時代末には、細草鉱山で産出された鉛から、細村あたり100という鉱山で使用するための地方貨幣も発行された。明治以降は、細草鉱山が有望な鉱山であると考えた、人々によって鉱山経営が行われるが、水害や火災、 そして鉛や銀の市況の低迷などの影響で思うように発展しなかった。1934年に三菱工業が細層鉱山の経営権を獲得して本格的開発に乗り出し、戦中戦後の混乱はあったが、日本を代表する鉛、亜鉛の鉱山へと成長した。1970年代以降、円高による競争力の低下や、 オイルショックなどによる不況の影響で、細層鉱山の経営は困難となり、1987年2月に閉山となった。その後は、円鉱石の精錬事業を継続していたが、1994年から自動車のハイバッテリーから鉛を回収する事業を開始し、1996年には、円鉱石の精錬事業から撤退し、精錬関連では、 自動車のハイバッテリーからの鉛回収事業に専念することになった。細装鉱山は明治以降の日本の近代化に鉛や亜鉛などの非鉄金属の生産を通して貢献し、また鉱山関連の移行が比較的良好に残されていることが評価され、2007年に経済産業省が認定する近代化産業遺産群33に東北鉱山の一つとして認定された。 細ウ鉱山の鉱章は脈状に鉱石が分布している鉱脈鉱章である。鉱脈は約2000万年前の新大三期中心予初期に形成された業界岩、安山岩、流門岩からなるグリーンタフ層の割れ目に発達している。鉱章の形成年代はグリーンタフ層が形成された後の500から1000万年前の新大三期であると考えられる。 細層鉱山では、鉱床地帯を中心に、ドーム状の構造が観察され、鉱床は、東山約5キロ、南北約3キロ、地表に路頭となっている部分から約500メートルの深さまで分布している。鉱脈は全部で160本以上あり、鉱床が伸びている方向は、北西南東方向、北東南西方向、東西方向、 北南方向の4つの方向に分類されるが、多くの鉱床は北東南西方向へ伸びており、また東西に伸びる鉱床は細層鉱山東部に分布しており、他のタイプよりも鉱脈の規模と鉱石の品位が著しく優れている。160本以上の鉱床が4つに対別される方向に伸びているため、全体として見ると細層鉱山の鉱床は、 網の目が複雑に絡み合ったような構造をしている。主要な鉱脈は10本あって、鉱脈の幅は最大部分では12メートルから15メートルに及ぶが、平均すると1.3メートルである。最大の鉱脈は、総延長2200メートルに達するが、平均の長さは400メートルである。鉱脈の主要鉱物は、片円鉱、セガ円鉱、鉱鉄鉱であり、銀、銅、 ビスマス、カドミウムなども算出した。細装鉱山の発見は9世紀、大同年間ないし上元年間に遡るとの言い伝えがあるが、文献からは確認できず、根拠に欠ける。1778年に、栗原軍2のサマ・ウグイスザワ村から、仙台藩に提出された、ウグイスザワ村風土記礎上写しという文章の中に、16世紀後半の、 天正年間に細草鉱山の採掘が始まったことが記されている。また地元の旧家に残る古文書からも天正年間から慶長年間頃に鉱山開発が始まったと考えられる記述が見られ、16世紀後半の天正年間に細草鉱山の本格的な採掘が開始されたと考えられている。1591年、伊達はが米沢から岩出山に天保となった。 北上山地付近は古くから金の山地として名高く、新領地に入った伊達政宗は金山開発など鉱山開発に力を注ぐことになる。そのような中、細荘鉱山は当初は銀山として採掘が始まったと考えられている。細荘山の神社の廃電、1808年に混流された当時のものである。17世紀前半から後半にかけて、 細荘鉱山は銀山であった。これは、仙台藩家老の文書に17世紀前半期、細荘銀山と呼ばれていたことがわかる記述が見られることや、地元の古文書からも少し時代が下って、漢文年間に細荘銀山と書かれていることなどから明らかである。仙台藩初代藩主の伊達政宗は鉱山開発に熱心であったが、早くも、現那年間には金の生産鉱は、 現象に転じ、仙台藩は鉱山経営よりも神殿開発による収入増に力を注ぐようになった。17世紀半ばから後半にかけて、細層鉱山も仙台藩全体の鉱山の低迷と歩調を合わせるかのように低迷していたものと考えられる。漢文年間に入り、細層鉱山の北隣にあたる後の大土、森鉱山から鉛の生産が始まった。 続く、遠方年間に入ると、細層鉱山でも鉛の生産が始まったことが明らかになっており、17世紀後半には、銀ばかりではなく鉛の生産も始まっていた。1、元禄年間に入ると、細層鉱山には、各地から有力な山市が集まり、新鉱脈の発見がなされ鉱山は栄えるようになった。これは、長崎貿易の決済用に、金、銀、 銅の需要が高まる中、粗銅から金や銀を回収する配布機法で用いる鉛の需要も高まったことが背景にあると考えられている。しかし17世紀末から18世紀初頭の元禄年間はまだ細装鉱山では鉛よりも銀が重要視されていたとみられるが、やがて仙台藩内で最も有力な円鉱山となっていく。18世紀の江戸時代中期以降、 細層鉱山は仙台藩内最大の鉛を算出する鉱山となった。18世紀中期の延響年間の古文書では、細層鉱山は他の鉱山と並ぶ形の記述であるが、これが18世紀末の完成年間の古文書になると、細層延山は他の鉱山と別立ての記述となり、28もの鉱脈があるとの記録が残っており、 坂に鉛を採掘していたことが伺われる。そして19世紀前半の文化、文世紀になると、細層鉱山はさらに発展を見せ、古文書上で紹介されている鉱脈は30を超えた。鉱山が流星を見せる中、1808年には、祭人として鉱山の守り神とされた、大山積神、金山彦神、金山姫神を祀る、斎倉山神社が創建された。 江戸時代を通じて、細草鉱山は、山氏が採掘、精錬を行い、生産された鉛などを仙台藩が低価で買い上げ、仙台藩は買い上げた鉛を市場で販売し、利ザ屋を得ていた。江戸初期から中期にかけては冷裁な山氏たちがそれぞれ採掘、精錬を担っていたが、中期以後、細草鉱山の鉛の生産力が上がるにつれて、冷裁な山氏の淘汰が進み、 山市代表とも言うべき宗山市立が採掘、精錬を行う技術者たちを束ねるようになってきた。また宗山市立は、仙台藩から鉛を買い付ける商人たちから、資金の援助を受け、さらに、経営規模を拡大していった。1824年には、鉛の精錬に、これまでの焼け吹き法から、新たな精錬法である生吹き法が採用されるようになった。生吹き法は、 精錬時に鉄を加えることによって、精錬時に消費する木炭や焚き木を大幅に減少させることに成功し、鉛の生産量増加に大きく貢献した。また生吹き法は、鉛の精錬に日本で初めて鉄を使用したもので、技術的に見ても大きな進歩であった。2、大阪道吹き屋の吹き屋から西倉山神社に奉納された水盤。当時、鉛は屋根瓦。 鉄砲玉やおしろいなど、鉛そのものの需要もあったが、何といっても配布機法によって素道から金や銀を回収するために、大量の鉛が必要とされた。これは溶融した素道に鉛を加えて、青銅と金銀を含む、木鉛を分離するもので、南蛮武器と呼ばれる。細々山の神社の水盤の中には、八百十六年に、大阪道吹屋の同性連業者である屋から、 放納されたものもあって、細総鉱山の鉛が大阪道吹屋で利用されたことが明らかになっている。細総鉱山で産出された鉛は仙台に送られるものの他に、藩の海米を江戸へ輸送する御用船の積み荷の一つとして石巻から出荷されており、大阪へは江戸からさらに転送されたものと考えられる。細総鉱山は大宇山無薬山麓の鉱山であったから、 産出された鉛の輸送には多大な労力がかかった。江戸時代においては輸送は、ジンバの力に頼らざるを得ず、輸送は主に鉱山のある、ウグイスザム村の農民が徴用されていたが、農民たちに支払われる運賃は安いと、トラブルになった記録も残っている。また、鉱山の経営には精錬用に必要である木炭や、焚木、生吹き砲で使用される鉛精錬用の鉄、 そして鉱山で働く労働者たちの食料などを入手しなければならなかった。仙台藩では山林は基本的に繁有地になっており、木炭や焚き木は繁有地である山林から入手できたが、地域の人々もまた山林を利用しており、鉱山が発展して木炭や焚き木の使用量が増加するにつれて、地域住民と鉱山側との対立も発生した。食料については、 仙台藩が農民から買い上げた余剰米である買い米を払い下げたり、藩の協力を仰ぎながら栗原軍内から教室を求めるなどして確保した。生吹き法に用いる鉄は北上山地で生産される砂鉄から精錬された鉄を運び使用したが、そのため鉄の輸送も盛んに行われるようになった。電報の大飢饉は仙台藩に甚大な被害をもたらし、 基金による人口の大幅減少は、細層鉱山にも打撃を与えた。基金による人口減少が鉱山の衰退を招き、鉱山の衰退は地域経済の低下をもたらし、それがさらに地域の衰退を招くといった悪循環が発生した。江戸時代末期の海洋年間、うぐいす沢村の農民が、細層鉱山の衰退と鉱毒などのために生活に、 困窮しているとの記録が残っている。18世紀半ばの安政年間に入ると、細層鉱山に活気が戻ってきた。鉱山の再興に力を注いだのは、山市の菅原宅地で、菅原は院内鉱山、兄鉱山で、鉱山技術を習得し、1854年に細層に今日定めると、技術面そして鉱山経営にも力を発揮し鉱山復興を後押しした。 菅原は明治時代に入っても細相鉱山の発展のために活躍を続けることになる。菅原の努力で復活を見せるようになった細相鉱山に幕末の混乱の波が押し寄せてきた。当時鉛は鉄砲玉に使用される軍需物資でもあったため、幕末の緊張した情勢化、反応語軍用鉛として細相鉱山からより多くの鉛の輸送が求められるようになった。 このため鉛まりの輸送を担ってきた鉱山近隣のうぐいすざわ村の農民たちの負担は急増した。あまりの忙しさに田畑の作付けもままならない状況に置かれたうぐいすざわ村の農民たちは負担の軽減を求めて嘆願し、結局より広域の農民たちにも輸送に携わってもらうことになった。江戸時代末期、細草鉱山は採掘場所が35カ所あって、 うち33箇所が採掘所として名が付けられていたため、細層33が山と呼ばれるようになった。これはこれまで細層鉱山で稼働していた場所をすべて数えると35箇所あり、33箇所には名が付けられていることを意味しており、必ずしも同時期に33箇所で採掘が行われていたわけではないが、江戸時代に細層鉱山が 坂に採掘が行われてきたことを示している。詳細は、細倉あたり百を、参照再造、東百再倉あたり百は、細倉鉱山が一時期の陳泰から脱した後の、江戸時代末期の文久年間に細倉鉱山で、精錬された鉛を用いて、鉱山内で鋳造され、使用された鉛製の地方貨幣である。形は、正方形をしており、 中心にはやはり正方形の穴が開いている。一辺は約61ミリ、穴の大きさは一辺約10ミリである。厚さは約5ミリあって、重量は約175グラムとかなり重い貨幣であった。細倉あたり100の表面には、細相当100と書かれ、裏面には藤原秀平の顔を模したと伝えられる州の字の顔と刻印が押されていた。 柔らかい鉛製の貨幣であるため、現在まで残っている細倉あたり百の多くの、刻印は真滅してしまっているが、数種類の刻印が確認されていることから異なった。刻印の細倉あたり百は、発行年度も異なっているものと推定されている。藤原秀平のものと伝えられる顔が、細倉あたり百に用いられているのは、欧州藤原市最盛期であった。藤原秀平の映画と、 欧州藤原市は、北上山地から産出される金によって、財力を蓄えていた古事により、いつしか、秀平と鉱山が結びつけられ、鉱山の発展を願い、秀平の州の顔が、細倉あたり百に用いられたものと伝えられている。古文書から、幕末期の細僧鉱山では、細倉あたり百以外にも、紙幣や手形が使用されていたことが、明らかになっている。 細倉あたり100は、細倉鉱山内での日用品の売買に使用され、通用は鉱山内に限るとされたが、実際には、地元の栗原郡のみならず、岩井郡内でも流通していたことが確認されており、細倉鉱山から相当広範囲に流通していたことが明らかになっている。これは幕末になって、細倉鉱山の生産力が回復していたことを示している。 旧和歌柳駅に保存されている木製無害化車。明治新政府は1873年7月に大乗官布告で日本広報を発布して、鉱物資源は全て国有であるとしたが、実際の鉱山経営は民間に開放され、形としては国からの請負い家業として鉱山の運営は行われた。これまで細層鉱山で採掘、精錬に携わっていた山下地は、 明治新政府下でも幕末期と変わらず採掘や精錬に従事していた。その中で幕末期から細装鉱山の開発に尽力してきた菅原拓治は校内の湧水により鉱石の採掘に困難を生じていたため新政府に勘案して排水用のポンプ導入のための支援を要請した。しかし菅原の計画は思うようにはかどらず1871年には 引退する。菅原宅地の後、細装鉱山の開発に力を注いだのが、清水和平であった。清水和平は、仙台藩時代の仙台に店を構えていた、大見商人の一つであった、日野屋の一員であり、滋賀県加茂郡の生まれであった。清水は、幕末期に、日野屋の仙台店に、責任者として赴任し、最初は、衣類や農産物の取引に従事していたが、 やがて工業に関心を抱き、まず、宮城県名取郡での炭鉱開発に乗り出したが、失敗し、続いていくつかの鉱山開発を試みるが、やはり軌道に乗らなかった。その頃、清水和平に細装鉱山の情報が入り、細装鉱山が有望な鉱山であることを確信した、清水は1873年、単独で細装鉱山の開発と経営に乗り出す、こととなった。 清水は、行動内の湧水によって有望な鉱脈の開発が妨げられている状況を見て、水抜きのための行動対策を進めたり、東京で資金調達に奔走したり、細層鉱山の有望性の宣伝に努めるなど、鉱山開発に没頭した。清水の努力の成果もあって、1880年代後半には、細層鉱山は有望な鉱山であるとの認識が広まり、 鉱山投資家として著名であった杉本正則が細荘鉱山に投資を行い、1890年、細荘鉱山会社が設立された。細荘鉱山会社は、清水、杉本の他に、高田晋三、大島道太郎らが株主として名を連ねた。大島道太郎は、日本工業界の父とも呼ばれた大島高藤の長男であり、道太郎も青森県のオップ鉱山など、 東北地方各地の鉱山の設備の改善と、更新や、陸の鉱山の近代化を手掛けており、1889年からは、細層鉱山の鉱内設備の近代化、先行所、精錬設備に取り組み、その結果再層鉱山の設備は一新された。そして、大島の細層鉱山近代化に必要な機械類を輸入したのが、貿易省の高田新三であった。 このようにようやく細層鉱山の経営が軌道に乗り始めた矢先、1891年に清水和平は休止した。清水の守護しばらくは鉱山経営は順調に伸びていった。細層鉱山会社が設立された1890年には、後の東北本線となる日本鉄道会社線が上野駅から、 一ノ関駅まで延伸された、その結果再送鉱山からの輸送力が強化され、鉱山経営に追い風となった。1891年には、日本広報が廃止となって、工業条例が施行され、工業経営の自由度が大幅に増した。1893年には、商法の改正に伴い細々鉱山会社は、細々鉱山株式会社となった。 そして1895年には鉛の生産口が日本一を記録するなど、鉱材経営は順調に進むかと思われた。1896年後半から細層鉱山の経営が困難になり始め、1897年には急激な収益低下に見舞われることになった。これはまず鉛の市場価格が下落した上に物価が高騰し、 鉄道建設などによる東北地方一帯の建設ブームにより、鉱山労働者の確保が困難になったことにより、労働者の賃金も上昇したため収益率が低下したことが原因であった。そんな状況に追い打ちをかけたのが1897年の金本位制復帰であった。金本位制復帰によって、細装鉱山の主要産物での一つであった銀価格が暴落した。 そのような困難な状況の中、1897年7月から9月にかけての長雨と豪雨により細層鉱山の行動は水没し、行動の構築に必要な材木も、また洪水によって流出した。経営に大きな打撃をこむった細層鉱山株式会社は、1898年12月、解散に追い込まれた。1899年4月、 細荘鉱山株式会社の大株主の一人であった高田晋三は鉱山事業一切を引き取り、その後昭和初年まで細荘鉱山は経営者の名を取った高田鉱山と呼ばれるようになった。高田鉱山の経営は当初比較的順調であったが、1901年に発生した鉛価格の暴落で大きな痛手をこむり、1902年12月には旧山の山無きに至った。 旧山に追い込まれた高田鉱山を救ったのは亜鉛の登場であった。これまで日本では亜鉛の需要が少なく、また精錬方法も未熟であったため、鉛の鉱石である片鉛鉱などとともに大量に採掘されていた亜鉛鉱石の繊維や炎鉱は使用されることなく捨てられていた。それが1904年から1905年頃から亜鉛の需要が 日本国内で高まり始めたため、高田鉱山で捨てられていた千亜鉛鉱にも注目の目が集まることになった。1909年、高田鉱山は再開して産出した千亜鉛鉱は輸出されるようになった。亜鉛の採掘によって息を吹き返した高田鉱山であったが、1914年から始まった第一次世界大戦は亜鉛の需要を急増させ、 高田鉱山にとって追い風となった。当時、弾丸の薬莢には、純度の高い亜鉛が用いられることが多く、戦争の激化によって、世界中で亜鉛の消費量が激増し、これまで日本はイギリスから亜鉛を輸入してきたが、戦争の激化に伴いイギリスは亜鉛の金輸に踏み切ったため、どうしても日本は亜鉛生産に乗り出さねばならなくなった。1915年12月。 高田鉱山の所長であった山本豊次は電気分解によってコーヒーニーの亜鉛精錬に成功し翌1916年から本格的な電気亜鉛の生産を開始した。しかし電気亜鉛の精錬には大電力が必要で当時の状況では利用可能な電力が不足していたために近隣の水力発電所から電力の供給を受ける契約を結ぶなどして電気亜鉛の生産に努めた。 第一次世界大戦の終結後の厳しい不況と戦争終結による亜鉛の需要低下、そして経営者の高田新三が1918年に死去したことが重なり、高田鉱山の経営は困難になっていった。1923年には高田鉱山で大火災が発生して経営の悪化に拍車がかかり、1925年、ついに鉱山は、 日本工業銀行の低等物件となってしまった。そして1928年、協立工業株式会社に高田鉱山の経営権が移り、同時に鉱山名も高田鉱山から元の細層鉱山へと戻された。協立工業は炭鉱に力を注ぎ、それから浮遊線工法の導入によって、鉱石中からの亜炎の回収率を上げるなどの鉱山設備の改善を行ったが、 折からの昭和金融強行とそれに続く昭和強行のため、鉛と亜縁の市場は低迷し、経営困難が続いた。そのような中、協立工業から三菱工業へ細層鉱山を売却する話が持ち上がり、1934年3月、細層鉱山は三菱工業株式会社の参加に入った。1934年、三菱工業が 細層鉱山を買収した年に建設された、原材層金属工業本社。1934年当時、三菱財閥の総水であった岩崎小谷田は、積極的な事業拡大を行っており、日本内外で盛んに鉱山の買収、開発を進めていた。その中の多くの鉱山は、発展が見込まれないことなどから、旧山となっていったが、細層鉱山は、 北海道の下川鉱山などとともに発展性の高さが評価され大規模な投資がなされることになった。これまで細層鉱山を開発してきた資本とは比べ物にならない大資本である三菱による積極的な投資によって細層鉱山は上岡鉱山に次ぐ日本第2位の生産工を上げる鉛、亜鉛鉱山へと成長した。三菱工業は まず、細層鉱山の主要部であった、寒天地区に建工を改作し、続いて潜航場の改造、精錬設備の改善と拡張を行った。1935年には、遊潜航場の開設、亜鉛精錬工場の新設などを行い、1936年には、硫化鉄鋼の採掘設備を建設し、電気製鉛工場、亜鉛湿式精錬工場を新設するなど、八つ早に、 鉱山設備の充実を図った。その結果、1937年には三菱工業、買収前の3倍以上となる16万トンを超える、素鉱山産出量を記録した。細層鉱山には、さらなる拡張の余地があると判断した。三菱工業は、1938年には、中央建港を改作し、ビスマス精錬設備を新設。そして、百三十九年には、 鉱山で使用する電力供給のために、市波様川に水路式発電所である川口発電所の建設を開始して、1941年に完成し、さらに、1940年には先行書や、鉛、亜鉛製錬設備の増設を行うなど、設備投資をさらに推し進めた。1941年の荒産出量は20万トンを突破し、日本有数の鉛、 アエンの鉱山へと成長した。戦前の採掘量のピークは1943年で荒鉱山質量は29万トンを超えた。しかしこれは戦時中に進められた増産体制強化の成果でもあり、この頃から鉱山の労働者の中には応召されるものが増えて人員不足が目立つようになり、また物資の不足も深刻になりつつあった。 1944年はほぼ1943年と同レベルの生産を維持したが、自民の不足は深刻で、格と勤労報告隊や朝鮮人、中国人の労務者、そして連合軍の捕虜などの非熟練労働力を導入しなければならない状態に陥った。1945年8月10日、米軍の爆撃機の空襲によって先行書や、 精錬所などの鉱山設備が被害を受けたため、鉱山の創業は停止された。その後間もなく終戦を迎えたが、これまで鉱山で働いてきた学徒勤労報告隊や朝鮮人、中国人の労務者、そして連合軍の捕虜らがいなくなった影響で、人手不足が深刻化していた。また鉛や鉛など非鉄金属の大手需要先であった軍需産業は消滅し、 食料難や物資不足なども顕著で終戦後間もなくは鉱山の創業は半ばストップした状態が続いた。終戦直後から細装鉱山の労働者たちの中で労働組合の結成準備が行われていたが、1946年1月には細装鉱山の組合結成について助言を行っていた鈴木文治、佐々木構造らを招いて、 細相鉱山労働組合の結成大会が開催された。細相鉱山労働組合は、賃金問題の交渉がこじれたことが原因で、1947年7月15日から9月17日の63日間、ストライキを行った。また終戦後の混乱はなかなか沈静化せず、食料事情、資材や燃料の不足、そして電力 さらに1947年7月には水害に襲われ、翌、1948年9月にはアイオン台風の大雨によって鉱山は再び大きな被害を受けた。1947年、危機に瀕していた非鉄金属産業を救済するために、国が資金援助や在庫の買い上げを行い、さらに補助金に当たる価格差補給金の制度が適用されることになった。 その結果ようやく非鉄金属業界は当面の危機を脱したが、1949年には、ドッジラインによって補助金がカットされ、再び非鉄金属産業は深刻な状態に陥り、中小の鉱山では閉山するところが相次いだ。そのような中、細層鉱山を経営する三菱工業は集中排除法に基づき、炭鉱部門と鉱山、金属加工部門に分割され、 1950年4月1日、細装鉱山は新設の太平工業株式会社に所属することになった。なお、太平工業株式会社は、1952年に三菱金属工業株式会社となる。1950年6月の朝鮮戦争勃発による朝鮮特需によって、非鉄金属の需要が急増して、価格も高騰し、 これまで経営困難な状況が続いていた非鉄金属業界は一気に復活した。細層鉱山でも1950年の荒鉱、産出量が16万トンを超えるなど生産力が回復し、鉱山の輸送を担う栗原鉄道も同年電化がなされた。1951年には亜塩性レンジに排出される亜硫酸ガスから硫酸を製造する工場を建設し、 荒鉱山産質量も1953年には20万トンを突破するなど順調に伸び、1955年にはこれまで762ミリの狂気であった栗原鉄道の軌道を1067ミリとする改め機を行い、国鉄との貨物の直通輸送が可能となった。そして、鉱山の拡張に伴い再び電力不足が問題となったため、 川口第二発電所の建設に取り掛かることになった。この川口第二発電所の取水元として選ばれたのが、当時の第三次、吉田内閣が進めていた、北上特定地域総合開発計画に基づき、宮城県が狭間川に建設していた多目的ダム、花山ダムである。その後も、細総鉱山の主産物である鉛と亜鉛の精錬工場の拡張が行われ、 最高量の増加計画も進められ、1964年には月産素鉱産質量5万トン体制となり、月産7万トンを目指して、さらなる産出量の増加を目指した取り組みが続けられた。1960年代、高度経済成長によって、非鉄金属産業は、好調な業績を上げ続けており、細々鉱山も最盛期を迎え、 アラコー産質量は1967年に70万トン台、そして1970年には80万トンを突破した。1970年代に入り、細々鉱山はこれまでの好調な時代と追って変わって、厳しい状況に置かれるようになった。まず1971年のニクソンショックによって、円高が進み、日本の非鉄金属業界の競争力を奪った。早くも、 ニクソンショックと同じ1971年、細総鉱山では、校内作業員の業務形態に変更が加えられ、一人の校内員が採掘、校内の支柱建設、そして鉱石の運搬をすべてこなすといった一種の合理化がなされた。続く1972年には希望退職者の募集が行われ、細総鉱山の経営は縮小に転じた。 そのような中、1973年に第一次、オイルショックが発生し、その結果世界的な不況が起こり、非鉄金属の価格は暴落した。国内の非鉄金属の市況も低迷し、その結果、足尾銅山、別紙銅山、陸野鉱山などの著名な鉱山が閉山に追い込まれた。日本の鉱山にとって厳しい状況か、多くの鉱山を抱える三菱金属は、三家の鉱山を、 独立経営させる方針を固め、細層鉱山も1976年、三菱金属から切り離され、細層鉱山株式会社が経営を担うことになった。1978年には合理化によって180名の退職者と廃転者が細層鉱山を去った。合理化によってなんとか鉱山の存続を図っていた細層鉱山であったが、1985年の プラザ合意に伴う急速な円高は国内に残っていた鉱山の競争力を急激に奪っていった。1986年には国内の16鉱山が閉山し、細層鉱山も1987年2月まだ採掘可能な鉱石を残しながら閉山に追い込まれた。細層鉱山の鉱脈に沿って鉱石を採掘した後、細層マインパーク行道にて撮影。 細層鉱山での郊害発生についてはいつ頃から発生していたのかはっきりしないが、郊害についての関心が高まってきたのは大正時代以降のことであった。大正時代には精錬所の塩害によって栗の木が枯れたり放牧中の馬が草を食べて倒れた、などという被害が発生した。しかし細層鉱山の存在は地域経済の中核であったこともあり。 なかなか郊外問題は公にはならなかった。戦後になって、アイオン台風によって、細相鉱山の北隣にある、大土森鉱山の交際処理場のダムが決壊して、周辺地域に交際が流れ込み、田畑に、1960年代後半になると、鉛、亜炎の大鉱山である、上岡鉱山での遺体遺体病問題が、クローズアップされていく中、上岡郊山に次ぐ規模の鉛、 亜ンの鉱山であったホソソウ鉱山でも、遺体遺体病の原因物質とされるカドミウム汚染についての関心が高まり、汚染状況についての調査が行われることになった。1969年に発表された調査結果によれば、水田や川泥から高濃度のカドミウムと亜ンが検出されたが、稲の汚染状況は比較的軽度で、また、地域住民の健康被害も確認されなかった。 調査結果を踏まえて、農業用水の取水場を、郊外の内にサマ川に設けることになり、細層鉱山も、高排水処理設備の改善と増強に取り組み、また清錬所からの肺炎対策も強化した。そして郊外に汚染された田畑に対しては、細層鉱山側が保証を行った。百八十七年の細層鉱山閉山後、鉱山で働いていた労働者たちの健康を、 蝕んでいた人配の問題が表面化した。粉塵が舞う校内で労働を続けていた、細々鉱山の多くの労働者たちは人配に、罹患していた。人牌患者らは1992年、細々鉱山株式会社の親会社である、三菱マテリアル相手に、仙台地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を起こし、1996年3月には、 原告全面勝訴の判決が悪だった。三菱マテリアル側は、仙台交際に控訴したが、1996年10月15日、交際の和解勧告を受け入れ、三菱マテリアルは、鉱山労働者の人肺被害を防止できなかったことの、社会的責任を認めた。詳細は、栗原電園鉄道を、三章旧和歌柳駅で保存されている車両、 栗原電鉄は1898年、石越から、馬車軌道で鉱山の物資を輸送するようになったのが、始まりである。当時、宮城県北部地方は、道路事情が悪く、交通事情改善のために、鉱山の物資輸送をしていた。馬車軌道で、一般の家客の輸送もできないだろうかとの声が高まったことが、鉄道建設のきっかけとなった。3。1918年。 栗原軌道株式会社が設立された。当初は馬車鉄道を建設する計画であったが、1919年には蒸気機関車を用いた鉄道に計画を変更し、1921年に石越沢部間の8.8キロで営業運転を開始した。なお軌道は762ミリの凶気であった。1922年には、 澤部岩が、先間の7.8キロが開業したが、旅客収入だけでは経営困難な中、期待していた鉱山関連の貨物輸送は、1923年に発生した鉱山の大火災によりほぼ途絶え、鉱山再開後もトラック輸送が中心となり、厳しい経営が続いた。栗原機動株式会社を救ったのが、1934年に三菱工業に経営権が移って、 以降の細層鉱山の発展であった。鉱山の発展は貨物輸送の増大を招き、すぐにトラック輸送では間に合わなくなり、栗原軌道が貨物輸送の大動脈となった。また、鉱山の発展によって、鉱山で働く労働者たちの通勤用の足としての旅客輸送も急増し、1942年には細倉まで延伸され、 石越サイクラマの26.6キロが全通した。なお、1941年には、会社名が、栗原軌道から、栗原鉄道に変更になった。戦後、1947年のキャサリン台風と1948年のアイオン台風によって、大きな被害を受けたが、細走鉱山の貨物輸送の需要が高い、栗原鉄道は、水害から復旧をした。 1950年に電化がなされ、1955年には、期間が762ミリから1067ミリへと改めきされた。改めきによって国鉄との貨物直通運転が可能になり、輸送力は大きく高まった。そして、改めきが行われた1955年には、会社名が栗原電鉄となった。 改めて後の1950年代後半から1960年代後半頃、栗原電鉄はその最盛期を迎えた。1968年頃から、栗原電鉄の利用が減少し始める。これは過疎化の進行により、沿線の人口が減少してきたのに加えて、自家用車の普及が進んだことによって、鉄道の利用者が減少したことが原因である。 そして1971年のニクソンドルショック、それに続く1973年の第一次オイルショックによって、細層鉱山の生産量が減少したのに伴い、貨物輸送も落ち込んだ。細層鉱山をめぐる情勢は悪化の一途をたどり、1987年には閉山となった。閉山直後に栗原電鉄の貨物扱いが終了し、1993年には、 第3セクターに経営が移管され、1995年には、栗原電園鉄道と会社名を改め、これまでの電車運行から機動車運行とし、経営努力を続けたが収入は伸び悩み、2007年廃止となった。映画、東京タワーをんと僕と、時々、おとんのロケに使用された、細層鉱山旧佐野住宅。1987年の細々鉱山閉山後、 細層鉱山は、円鉱石の精錬事業については継続した。1994年からは、自動車のハイバッテリーから鉛を回収する事業を開始し、1996年には、円鉱石の精錬事業から撤退し、精錬関連では、自動車のハイバッテリーからの鉛回収事業に専念することになった。現在、細層鉱山株式会社の後ろ身である細層、 金属工業株式会社では、自動車廃バッテリーからの鉛回収のほかに、廃坑となった細層鉱山から、排出される高排水の処理事業、川口第一発電所や川口第二発電所の発電事業、そして水道事業を行っている。細層鉱山があったうぐい須沢町は、鉱山の発展とともに発展し、 最も人口が多かった1五十七年には約一万三千五百人の人口があったが、鉱山の衰退と閉山に伴い人口は大幅に減少し、二千五年の栗原市誕生直前には約三千人にまで落ち込んだ。細層鉱山では、閉山前の1八十一年に鉱山資料館が開設され、資料や機械設備などの保存が図られていたこともあって、 鉱山関連の資料や設備の保存状況が良く、また鉱山そのものの移行も比較的よく保存されている。2007年には、細層鉱山は、非鉄金属の一大供給源として、明治以降の日本の近代化に貢献したことを評価して、小坂鉱山、大佐、沢鉱山などとともに、経済産業省が認定する、近代化産業遺産群33の、 東北鉱山の一つとして認定された。また、細装鉱山で働いていた人々が居住していた佐野住宅は保存状態が良好であり、2007年に日本アカデミー賞を受賞した映画、東京タワーオカンと僕と、時々、おとんのロケ地となった。ありがとうございます。